はい、お世話になっております野良です。今回来ているのは東京の代表的な下町であり人気観光地でもある浅草です。雷門でおなじみの浅草寺をはじめとして江戸のお町風の商店街や老舗のお店があったり着物を着た人が多かったり人力車が走っていたりっていう非日常感のある楽しい町ですね。現在は東橋っていう隅田川の橋を渡ったところですね。向こう側にアサヒビール本社の黄色いオブジェクトが見えますよね。浅草は観光地っていう印象が強いんですけど観光客が集まる中心地の外は静かな住宅地もあるんで住む街として浅草を選ぶ人もたくさんいます。今回はそんな色鮮やかな街浅草の街並みや住みやすさを見ていきたいと思います。はい、まずは駅出口出て目の前の江戸通りっていう大通りの交差点ですが右前方にヨーロッパみたいな外観の商業施設浅草駅店があります。東武線の浅草駅と直結していてエントランスがそのまま改札につながっています。テナントには松屋浅草っていう百貨店とかあとレディースファッション家電量販店の野島書店などが入っています。全体的には若者っていうより大人からシニアの女性をターゲットにしたお店が多い感じですね。そしたらまずは浅草といえば浅草寺ですね。雷門の方へ向かいたいと思います。江戸通りと雷門通りっていう大通りの交差点ですがそこに神谷バーっていうすごい有名なバーがあります。ここは1880年明治13年に創業した日本最古のバーです。看板メニューの電気ブランっていうブランデーベースのカクテルは歴史的な文豪たちに愛されてきたっていうお酒で小説の中でその名前を聞いたことある人も多いんじゃないでしょうかね。僕も森見富彦さんの、夜は短し歩けを止めっていう小説の中で電気ブランっていう名前のお酒が出てきて珍しいネーミングだなって記憶に残ってました。で雷門通りに戻りますが人力車のお兄さんたちもいっぱいいますね。バキバキの陽キャイケメンマッチョ兄さんたちです。そして少し歩くと右手に雷門が見えてきました。さすが平日にもかかわらず人だかりがすごいですね。雷門は浅草寺の山門で正式名称は風雷神門と言います。この雷門は創建以来、焼失と再建を繰り返していて現在のこれは1960年にパナソニック当時の松下電器ですねの創設者である松下幸之助が寄進したものです。そして雷門をくぐると本堂までの間に仲見世通りっていう250メートルくらいの商店が並んだ参道が続きます。ここは日本で最も古い商店街の一つで土産物系のお店とかお菓子、甘味店など90店舗近いお店がずらりと並んでいます。平日にもかかわらず学生や若者であふれ返ってますね。修学旅行か遠足なのかわかんないですけど学生の団体がめっちゃ多いです。まあ、インスタ映えするスイーツやグルメが多数並んでるんでみんな写真撮りながら食べてますね。浅草は抹茶スイーツがすごい人気の定番なんですけど最近はいちごスイーツがなんか若者の間でバズってるらしいですね。あとは浅草名物の人形焼きとか揚げまんじゅうっていうのが定番の人気です。僕は揚げまんじゅうが大好きで初詣で浅草寺に来た時はいつも買ってますね。で仲見世通りを抜けると宝蔵門が現れます。ここも撮影スポットでよく着物着たお姉さんたちがカメラマンと撮影している様子が見られますね。なんか雰囲気的に和装コスプレイヤーとカメコみたいな感じの人もたくさんいてなんか撮影会場みたいになってることもしばしばあります。ちなみに浅草には着物や浴衣のレンタル店がたくさんあるんで着物とかレンタルして浅草観光を楽しむのもおつですね。この小物も含めて全身レンタルできますし着付けもやってくれるんで和装の初心者でも安心です。そしてさらに先に行くと浅草寺の本堂ですね。浅草寺は1400年近い歴史を持つ東京都内最古のお寺で浅草の観音様として広く親しまれています。初詣の参拝客数だと常に全国トップ10に入り続けている名所ですね。僕も初詣は浅草寺に来ることが多いんですけれども屋台もたくさん出るのですごい楽しいですね。お参りしておみくじ引いてじゃがバタ食べて帰るっていうのが恒例です。ちなみにここのおみくじは今日がすごい出やすいことでも有名ですね。僕も出たことあります。そしたら仲見世通りの中ほどから横に伸びている伝法院通りから、浅草の西側に広がる商業エリアを散策しに行きたいと思います。
伝法院通りは江戸の街並みが再現されていて、すごい趣がありますね。夜ライトアップされるととても綺麗な通りなんですよね。入ってすぐ右手にある浅草メンチのメンチカツは有名な浅草グルメの一つで、常に列ができているほど人気で美味しいです。で、伝法院通りを途中で左折しまして、道路がオレンジ色のオレンジロードに入ります。左にある浅草公会堂の前の歩道には手形がずらずらって並んでます。これは大衆芸能の発展に貢献した昭和のスター有名人たちの手形が並びます。手形第1号が美空ひばりさん、他にも渡里哲也さんとかビートたけしさん、キキキリンさんなど多数のスターたちの手形が飾られています。はい、続いてオレンジロードを横切っている新仲見世通りっていう浅草最大のアーケード商店街に入ります。全長380メートルの商店街で、動画のスタート地点だった浅草駅見世のあたりから浅草寺の仲見世通りも横切ってずっと伸びてきてます。古き良きレトロのお店もあれば、新しい綺麗な内装のお店もあったりで、商店街を奥の方に進んでいくと、左手に浅草聚楽っていう創業70年以上のファミレスのパイオニア的な老舗があります。ここ大人のお子様ランチっていうちょっと面白い名物メニューが有名なんですよね。で、アーケードを抜けると浅草ロックブロードウェイっていう浅草の一大商業エリアの通りと交わります。この辺一帯の歓楽街は浅草ロックって呼ばれていて、昔から劇場とか見せ物小屋が並んで賑わっていた場所です。こちらの商業施設は浅草ロックス、飲食店とか食料店、ファッション、書店など一通りのお店が揃っていて、上の方の階には祭り湯っていう温浴施設とかフィットネスクラブ、スイミングスクールも入っています。そしてその先にあるのは浅草園芸ホールですね。浅草園芸ホールは年中無休で落語が楽しめる寄席ですね。落語だけじゃなくて、漫才、コント、手品、モノマネだったり、あらゆる芸が日夜繰り広げられているところです。で、同じ建物の2階には浅草東洋館っていう漫才、コントをメインにした寄席もあります。ここは昔はストリップ劇場として営業していた場所で、最近話題の映画浅草キッドを見た人ならご存知、ビートたけしさんが下積みを積んでいた古巣と言える場所ですね。そして園芸ホールの隣には大きなドン・キホーテがあります。ここ今はコロナであれなんですけど、以前行った時は外国人観光客でごった返しててすごかったという思い出があります。あと浅草はお店が夜早く閉まるっていうデメリットがあって、その中で24時間空いてるドン・キはとても貴重な存在ですね。で、その向かいにはユニクロやスシローといった皆さん大好きなお店が入る建物があって、ここには丸ごと日本っていう日本全国の名産品や物販が取り揃えられているお店があります。名前の通り日本の各地の特産品が丸ごと集まってるんで、外国人をはじめとして観光客にとても人気のスポットですね。さらにその向かいの斜め向かいのビルにはロック座っていう1947年に創立されたストリップ劇場があります。129の客席を有していて、現存するストリップ劇場では最大手にして最古参の、劇場になります。そしたら今度は奥山お参り町っていうまた江戸っぽい通りに入ってみます。浅草の商業エリアは縦横斜めに通りが入り組んでるんで、今自分がどこを歩いてるのかわからなくなりますね。遊園地の花屋敷の方に向かいたいと思いますが、この辺は甘味どころも多くて、学生や若者がずらっと並んでる光景が目立ったりします。浅草は飲食店が星の数ほどあるんで、まず外食に困ることはないんですけど、いかんせん平日でも観光客とか学生若者団体が多いんで混雑するっていう問題がありますね。で、路地の方に曲がっていくと、これまた江戸っぽい赤基調の商店街に行き当たりました。せっかくなので入り口の方から見てみます。浅草寺の脇から伸びている西参道商店街、入り口には浅草名物グルメの、ジャンボメロンパンがあります。テレビでもたびたび取り上げられている有名店で、僕も今まで食べたメロンパンの中でトップ3に入るくらいは美味しいですね。そしてこの通りに並ぶお店は個性的というか、店構えも柱や窓が朱色で統一されていて江戸っぽい感じだし、足元も木材で作られた道になっていてこだわりが感じられますね。
お店のラインナップも衣装屋さんだったり、日本刀を扱っているお店もあったり、金魚すくいができるお店があったりと、他の商店街とはちょっと違った目新しさのある商店街です。浅草らしいレトロな喫茶店もありますね。浅草はこういうレトロ喫茶が多いんで、おしゃれなカフェよりこういう昭和レトロな喫茶店が好きな人にはいいですね。そして右折して路地に抜けると小料理屋のような個人店が並ぶゾーンがあります。アラウセルスマに出てきそうな昭和の香りがしますね。少し先には抹茶クレープの看板があります。浅草でめちゃくちゃ人気の抹茶クレープ専門店、ことぶき製庵ですね。店が路地裏にあって見つけにくいんですけど、いつも表の道まで行列で来てるんで、あ、ここだってわかります。そしてその先突き当たったところが花屋敷ですね。入り口に回るとこんな感じです。花屋敷は1853年嘉永6年に開園した日本最古の遊園地と言われています。現存する最古のジェットコースター、ローラーコースターをはじめとして乗り物もたくさんあって、お化け屋敷もちゃんとあります。料金は大人で入園料が1000円、フリーパスで、大人が2500円なんで、まあ、普通の遊園地よりは割安なんで、浅草来たらぜひ行ってみたいところですね。そして花屋敷の奥からは久保通りっていう、また立派な門構えの商店街が伸びています。浅草は一体いくつの商店街があるのか。こちらも江戸の街をコンセプトにしていて、朱色の柱が目を引きますね。で、その久保商店街を抜けるとことと通りっていう大通りに出ますが、ここを越えて向こう側は住宅地ゾーンに入ります。通り沿いからマンションが並び始めてますね。ちょっと住宅地エリアにも足を踏み入れてみます。専属通りという通りが走ってますが、この先には日本最大の風俗街である吉原があります。吉原は起源は江戸時代に江戸の郊外に作られた幕府公認の遊郭、まあ、つまり昔の風俗ですね、吉原遊郭と呼ばれていました。江戸時代からの色町として文化が脈々と受け継がれていて、現在も日本最大の風俗街として残っています。やっぱりエロは不滅ということですね。ちなみに吉原は風俗店が密集するエリア一帯を指す名称で、住所でいうと東京都台東区千束4丁目あたりになります。その一角に実に160店舗のお風呂屋さんが密集しているっていう、かなり特殊なエリアですね。で、ここで話を戻しまして、ここで浅草の家賃情報についてまとめておきます。まあなかなか高いですよね。そして浅草は築年数が古めの物件が多いなっていう印象です。昔から住んでる人が浅草多くて、地域コミュニティっていうか横のつながりがすごい強い地域なんで、あんまり新築物件がバンバン建ってるっていう感じでもなさそうですね。観光客がごった返す商業エリアから外れれば一転して静かな住宅街になりますけど、こっちの北側エリアは吉原に近いんで、人によってはネガティブな要素になるでしょうね。浅草好きなら、東を流れている隅田川を渡って、前回紹介した押上周辺に住むのもおすすめ。家賃安くなりますし、浅草も徒歩で行ける距離なんで。概要欄に押上の紹介動画のリンク貼っておきます。あとちなみに、浅草から南にずっと2キロくらい下っていくと浅草橋っていう総武線の駅があるんですけど、これ名前が似てる別の駅なんでご注意ください。浅草橋の駅にもここは浅草ではありませんってわざわざ注意書きが貼られているくらいです。そしたら来た道と別ルートを歩きながら一旦雷門のところまで戻ります。ここで浅草のアクセスの利便性についても見ていきましょう。浅草は東京メトロ銀座線、都営浅草線、東武伊勢崎線、つくばエクスプレスっていう4路線が通っていて、上野、銀座、赤坂、渋谷あたりには1本できます。また上野とか錦糸町っていった繁華街は自転車で20分程度で行けるんで、遊びや買い物に関しても自転車圏内で全て足りるかと思います。路線で見ると都営浅草線は羽田空港、成田空港に1本で行けるんで、空港を使う人には大きなメリットですね。そして東武伊勢崎線を使えば埼玉方面、つくばエクスプレスができたんで千葉方面にも出やすくなりました。で、東京メトロ銀座線については浅草と渋谷がそれぞれ始発終着駅になるんで、渋谷に通勤通学する人は行き帰りとも座れるのが大きなメリットかなと思います。
と話していたら雷門通りを歩いていたところにスーパーの大関がありますね。浅草の駅地下スーパーってなるとここですかね。広さはまあまあですが、スーパー事情に関しては浅草は西友とかライフみたいな大型スーパーが一つあればいいなっていう感じですね。はい、というわけで浅草の西側の商業エリアをぐるぐると歩き回って一旦雷門まで戻ってきましたので、今度は雷門を通り過ぎて隣にあるこちら雷門と駅との間にある観音通りっていうところに入ってみます。ここも古き良き老舗がたくさん並んでいる通りですね。そう、それと浅草はこれだけ多数の商店街があって無数のお店が並んでいますが、夜お店が閉まるのがめっちゃ早いっていう問題があります。例えば仲見世通りみたいなメイン通りは夕方過ぎるともう店閉まり始めちゃいますし、夜の8時とか9時くらいになるともう街が真っ暗になって驚いたことがあります。もう昼の祭りのような賑やかさが夜になると嘘みたいに静まり返るのが浅草なんですよね。夜の浅草寺なんか全然人いなくなるんで、美しいライトアップをゆっくり見れてむしろおすすめです。個人的に夜の浅草は昼とはまた違った雰囲気が楽しめてすごい散歩におすすめですね。ただ住む街として考えると、特に女性にとっては街の明かりが早々に消えちゃうのは少し不安があるかもしれませんけどね。そして最後にスタート地点の吾妻橋に戻ってきました。隅田川もしっかり眺めておきたいと思います。隅田川では浅草発の水上バスも走っていて、豊洲とかお台場海浜公園の方まで水上の旅を楽しめます。で、その隅田川沿いのテラスは綺麗に整備されているんで、ここ散歩してるだけでも気持ちいいものですね。はい、という感じで今回は浅草の街並みや住みやすさを見てみました。浅草はもうスポットがちょっといろいろありすぎて全てを紹介するのはとても無理なので、今回はちょっと端折りながらの紹介になっちゃったんですけど、街の雰囲気なんかはわかるんじゃないかなと思います。古き良き歴史ある街並みや老舗と、あと新しい和風のお店と新旧がいい感じに混ざっていて、歩いているだけでも本当に楽しいです。和食や和菓子の老舗もあれば、若者を吸い寄せるようなインスタ映えスイーツ店がたくさんあったり、一方ではホッピー通りっていうのんべえたちが集まる飲み屋通りもあったりして、グルメ一つとっても老若男女が楽しめる街っていう感じですね。で、一方で住む街としてネガティブになりうる要素も一応挙げておくと、まず中心地は人がめちゃくちゃ多いことですね。観光客とか時期によっては学生や若者の集団で埋め尽くされるので特有の騒がしさがあります。それにコロナが収束して外国人観光客が復活した日にはもうっていう感じですね。人多いのが苦手な人には向いてないですね。あとさっき言った通り夜がめっちゃ早いことですね。浅草の夜は早い、帰り道が暗いっていう点もあるし、飲食店が早く閉まるんで夜ご飯に困ることが意外とあります。あとは贅沢ですけどホームセンターと大型スーパーがあれば完璧だったなって感じましたね、個人的には。まあ全体的にかなり色の濃い街なんで、住む街として考えると好みがかなり分かれるかなって思います。という感じで、今回は終わりたいと思います。もし動画をご覧の方で実際に浅草に住んだ経験のある方は、ぜひ実際の住み心地などコメントしてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしたいと思います。ではでは。